さん、アビセアは行ってますか？今回は追加アドオンのアビセアの遊び方を簡単にご紹介しようと思います。アビセアに行く理由は主に2つ、エンピリアン装束の入手とエンピリアンウェポンの作成のために行くことがほとんどです。かつては多くの経験値や戦利品を入手するためにアビセア乱獲というものが流行ったこともありました。早速中に入って説明をしていきましょう。異界の口に入るとこのようなメッセージが表示されます。5分以内にビジタントをつけてもらう必要があります。コンフラックスサーベイヤーという NPC に話しかけてトラバーサ石を消費して滞在時間を決めましょう。最初に選択できる滞在時間は最長で120分です。ちなみに5分以内にこの操作を行わないと強制的に退出させられ、リアルで1時間は入ることができなくなってしまいます。入ったら速やかにビジタントをつけてもらいましょう。さて、滞在時間を決めたら次はクロープロスペクターという NPC に話しかけてステータスアップの支援効果をもらいましょう。アイテムレベル装備だとなくても大丈夫ですが、プレイヤーを強化してくれる効果なのでぜひもらっておきましょう。続いてアートマをつけてもらいます。アートマは月のジェイドというものの数によって最大3つまでつけることができます。このアートマはアビセア内のノートリアスモンスターを倒したり、アビセア以外のコンテンツをクリアするまたはキャンペーンなどで増えていきます。アビセア未経験の方はまずジュノ校にいるヨアヒムという NPC に話しかけてクエストを進めましょう。すでにクエストを進めてあるという方はヨアヒムの横にある宝箱を調べると月のジェイドや便利なアートマが手に入ります。この時もらえるアートマだけでもアビセアで遊ぶには十分な性能がありますので必ずもらっておきましょう。アビセアは月のジェイドが1つもしくは2つの状態でも問題なく遊べます。3つにするにはアビセア内のノートリアスモンスターの討伐をしていかないと増えませんので、まずはアビセアを触ってみるところから始めると良いでしょう。実はこのヨアヒム、アビセアでの滞在時間を決めるときに消費するトラバーサ石を管理している NPC でもあります。何はなくともこの石がないとアビセアを堪能することはできません。キャンペーン中に話しかけてあればいきなり100個もらえますし、最初のメインクエストのすべての始まりでもヨアヒムに話しかけるだけで時間とともに石のストックが始まるので必ず話しかけましょう。それではアビセアの中に戻りましょう。アビセアの中での独特な戦闘方法がビジタントの発行です。アビセアでは敵を倒すと宝箱が出ます。この宝箱と深く関係するのがこの光。滞在時間を決めたらその場でヒーリングしてみましょう。すると滞在できる残り時間と様々な色の数値が表示されます。この色の育て方がアビセアで遊ぶ上で重要な部分となります。白、宝箱の出現確率と関係します。オートアタックなどで敵にとどめを刺すことによって発光します。白い色が増えていくに従い宝箱の出現率がアップしていきます。最大値は230です。青、魔法でとどめを刺すことによって発光します。その名の通り青色の宝箱の出現率がアップします。青い箱には経験値、クルオ、回復、テンポラリアイテム、石のかけらが入っています。石のかけらは滞在時間を10分延長させることができるものです。この数値が高ければ高いほど中身のランクが高くなります。赤、
物理ウェポンスキルでとどめを刺すことによって発光します。こちらは赤い箱の出現率がアップしていきます。中身はビジタントの光です。どれかの数値が増えます。それぞれの効果などはご覧の通りとなります。黄色、属性ウェポンスキルやペットの魔法属性の特殊技などでとどめを刺すと黄色に発光します。出現する金箱にはアイテムや素材、テンポラリー、アビセアのノートリアスモンスターのトリガーアイテムなどが入っています。なお、アビセアの死闘エリアではエンピリアン装束の足が入っていることもあります。対応するジョブトエリアはご覧の通り、エンピリアン装束の足以外の部位は苦労や戦績などで NPC と交換ができます。また欲しいジョブの両足装備が手に入りにくいという要望が多くあり、現在ではアビセア・ミザレオ K7 にいるレイム・ディアという NPC が不要な両足装備3つと欲しいジョブの両足装備を交換してくれるようになりました。このようにビジタントの光を利用して戦闘をすることにより、エンピリアン装束の足装備を取ったり、エンピリアンウェポンを作ったり、金策をするといった遊び方ができるのがアビセアの特徴です。かつては経験値が手軽に稼げるということもあり、アライアンスでのランク化が頻繁に行われていたアビセア、現在ではアビセア以外で多くの経験値が稼げるようになったため、その姿は見ることがなくなりました。ここからは我流ではありますが、アビセアで上手に金箱を出す方法をご紹介してみようと思います。まずは白い光を育てます。だいたい100を超えたあたりから毎回宝箱が出るようになってきます。120程度を目安に置くと良いでしょう。最初に設定できる最大の120分を超えてアビセアで遊びたいという方は青い光も育てましょう。こちらも白い光と同じく100を超えたあたりから石のかけらが出やすくなります。そしてメインの黄色い光、こちらは80程度までは小さい箱がメインで出ます。100から110以上ぐらいになると大きい箱の出現が目立つようになります。お目当ての金箱に合わせて黄色い光をコントロールしましょう。体感ですが、小さい金箱からはアイテムが、大きい箱からは大事なもの扱いのノートリアスモンスターのトリガーが出やすいような気がしています。なお、一度育ててしまった光は滞在中に減らすことができないので、うまく数値を調整していきましょう。先ほどから使用している禁断の宝の鍵、箱のギミックを無視して開けることができる便利なアイテムです。入手方法は出入り口にいる NPC から苦労で交換しましょう。さて、ここまで説明したアビセアの遊び方はまだまだほんの一部。アビセアではその他にも様々な遊び方があります。ぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。以上、簡単ではございますがアビセアの遊び方をご紹介しました。皆様に良い冒険が訪れることを。リッチーでした。またね。仲間との出会い、ずっと僕が来た気がする。見られない姿の先駆者たち、不安を背負いながら初めて砂浜を走った。セルビア